はいこんにちはいつも聞いていただいている方どうもありがとうございます今回が初めての方はよろしくお願いしますただ翼です今日は何の話かというと医療機器の経営ですね医療機器の経営について取り上げてえっ、ー、とそこから個人のレベルで当てはまること具体的には働き方お仕事だとかまキャリアについて掘り下げて皆さんと一緒に考えていければと思いますあの。 皆さんご自身のお仕事だとかキャリアを考えるきっかけになればと思いますのでぜひ最後までお聞きくださいよろしくお願いしますはい、えー、今日のテーマは「両機きの経営」です皆さんは両機、えー、きの経営、えー、聞いたことがあるでしょうかで機器きの経営というのは、えー、とイノベーション理論の一つなんですねで今回の内容は「両機きの経営とは何か」というのを簡単に前半でご紹介していきますでそこからえっ、ー、とまき、あの経営の うんと内容からどういうい個人の資産具体的にはお仕事とかキャリアですね学びがあるかについてえ皆さんと一緒に考えていければと思います。で両基の経営とは何かなんですけれども両基の経営とは一言で言うと,えと進化と探索という2つの異なることを両立両方やっていく経営なんですね。じゃあ進化と探索何かというとまず進化なんですが。 進化というのは漢字で深く深いという字真の真は深いという字を書くんですねでこれは既存経営であれば既存事業を強化していく深めていくアプロー方向性が進化なんですで既存事業を強めていって競争力を高め収益を確保する上げていくというのが進化の進化です領域の経営の一つですねでもう一方のじゃあ探索とは何かなんですけれども新規事業です 新しい事業を作ってビジネスを生み出していく新しい市場とか技術ビジネスモデルを作っていくんだけれども探索と言っているように模索試行錯誤であったりだとかいろいろ試してみるというようなものが探索になるんです。で料金の経で言っているのはこの進化と探索のどちらか一方だけではなくて両方やっていくあえてこう二頭系というのを提唱しているんです。 でえっと、進化と探索、えー、別の言い方をすると既存事業の強化なのか新規事業への、まあ、模索投資というのは、えっと、どちらがやりやすいと思うでしょうかで一般的にあるのはあの前者の進化の方なんですよねつまり、まあ、今までやってきたことの延長なのでよりこう改善していくというのは、えっと、やりやすい、まあ、効率的にどんどんやっていけるし、うん、続けやすいまた、えっと、成果も出やすいんですで一方で 新しい取り組みというのはあの個人のレベルもそうですし、まあ、企業組織のレベルでもそうだと思うんですがなかなかそのえっと打率が上がらない打率と言ってるのはこう試す回数だとかえっと量によって量に対してこううまくいく芽が出て成功していく確率というのが少ないんですよねかつえっとその成功もよりこう長い時間軸長期で見ないと初めてどうなるかわからないこういった状況から つい探索のこと、つまり新しいことへの取り組みというのは後回しになりがちなんですでただしじゃあ、えっと、後回しになるかといって、えっと、進化だけでいうと、ま、企業というのは生き残っていけないんですよねつまり、えっと、絶えずその外部環境の変化に適応するためには自らこう変化する必要があるそれは、えっと、進化だけではなくてやはり探索が大事になるんですで、えっと、難しいのはや その進化と探索っての関係というのはいわば水と油なんですよねで、えっと、今までやってきたことをやりながら一方で新しいことをやるというのは本当にこう両利きというのが言えて妙なんですけれどもあの本当に左手だけもしくは右手だけではなくて両方うまくかつ別々のこと、えっと、例えばそうですね、えっとまあ、例えで言うと右手で歯を磨きながら左手でこうドライヤーで髪を乾かすみたいな。 こうイメージなんですけれども、えっと、全く別のことをすることになるんですよね。なので、えっと、いかにその企業全体として全体をこう管理、まあ、統括していくかというのが、えー、大事になっていきます。でえっとじゃあその水と油の関係進化と探索をどう両立させるかというのは、うん、とその 進化のチームと探索のチームというのは基本的に分かれると思っているんですが、まあ、そういった前提で考えた、えっときにお互いにどれだけのこう相手の理解だだととか尊重が一つポイントだと思うんですで、えっと、じゃあどういうその尊重するいい関係かというと、えっと、既存事業の人というのは、えっと、新規事業というのがすぐに成功しない将来の新しい種を探しているそこから芽を出すことを いろいろ試していると理解し、期待をその持ち続けられるかだと思うんですよね。あの失敗したからといって、やっぱりダメだったというようなこううんまあ気分を作ってしまうと、やはり新規事業のこうブレーキになってしまうんです。じゃあ一方で新規事業の人も、うん、と既存事業の人に対して何を思わなければいけないかというと、えっと自分たちのその新規の探索の取り組みをやっているのはえ既存の事業の人たちが え,と絶え間なくその競争力をを高めてて収益を上げているからお金を稼いでいるからこそその分の余裕で、えー、と自分たちは新しい取り組みに、えー、トライできている、まあ、トライエラーそしてトライをずっとこう繰り返しているという、まあ、そういった感謝の気持ちお互いが相手のやっていることの意味合いを理解して、えー、と尊重して、まあ、信頼とか感謝の気持ちを持てているか、まあ、こうした、えー、と進化と探索の両立というのが 水と油であっても混ざっていけるのではないかなというふうに私は思いますはいここまで料気の経営についてお話解説してきましたがいかがでしょうか料気の経営のイメージなんとなく持ってたかなと思い持ってたのであれば嬉しいですで、えっと、最後に少しですねじゃあ今の話を個人のレベルで何か応用できないかなというのを考えてみます でえっと、個人の中でも、うん、と自分のことを会社と見立てると領域のの経営とといううは,はまると思うんですねどういうことかというと,、うん、と既存失価というのは今まで持っているこうスキルだとか自分の専門領域というのをよりこう強化していくことになりますよね。例えば、うん、レベルで言うと、まあ、5だったものを10に上げていくのような、えっと、強化する方向です。 じゃあ自分の中で探索は何かというと,、えっとこれまでやっていなかったことへの新しいチャレンジにあたります。まあ、専門領域外の初めてやること例えば今までそうですね、えっと、今までじゃあマーケティングを専門にしていたんだけれども今度はえっと少しずらしてうんとプロダクト開発に入っていくだとかもしくはそのために、うん、そうですね、えっと、よりこうテクノロジーの えー、専門領域の話を、えーえー、と探索していく、えー、模索していくというのが、えー、と探索にあたりますでここの、えー、と既存と新規の両立というのは個人でもバランスの取り方って難しいと思うんですよね。え、まあ、てして、えー、と自分の今までやってきたことの延長だけ今の話でいうとマーケティングだけに特化しがちなんだけれどもやはりこれからの時代で言われているのは掛、えー、け算のスキルアップだと思うんです 掛け算というのは異なるものを組み合わせて自分のユニークなスキルにしていく今でいうと今の例を続けるとマーケティングという専門マーケターだけではなくてマーケティングもプロダクト開発もできるという掛け算ですねでそのためには、えっとま、進化と探索両方特に、えっと、意識的に探索探索が怠ってしまう傾向にあるのは個人のレベルでも全く一緒だと思います 意図的に時間をを作って新しいまあ必ずと言っていいほど失敗したりだとか試行錯誤も起こるんだけれどもそれを乗り越えて一つでも目を出していくという活動は個人のレベルでも当てはまるのではないかなというふうに料金の経営から考えました。はい、というわけでそろそろクロージングです。今回の内容は料金の経営についてでした。 内容を振り返っていくと前半で料金の系とは何かえっと進化と探索既存事業の強化と新規事業の模索の2つがあってその2つというのはいわば水と油の関係であると得てしてえっと進化の方に行きがちなんだけれども意図的に探索をしていくことが大事であるという話をしましたじゃあどういうふうにえっとその水と油の両立両利きをやっていくかというとまあ1つポイントになるのはお互いの感謝 だとか、えー、信頼期待ですよ、ねえー、とまあ進化のチーム既存事業のチームは、えー、と進化の、えー、進化の人たちというのは、えー、と探索チームすなわち新規でやる新しいことをやっている人,人への、まあ、期待だとか意味合いを理解する一方で新規事業を模索している人たちというのは、えー、と既存事業の人たちが、まあ、収益を確保しているからこそやれる、まあ、そういった、えー、と相互での信頼、えー、共感 意味合いの理解というのが大事になります。で、個人のレベルで掘り下げたときに、料金の系というのは、えっと今までのスキルを伸ばす一方で、新しい専門領域を模索していくこの両立がえっとまあ、大事であるかなという個人のレベルでも全く同じことが当てはまります。はい、え今回も貴重な時間を使って最後まで聞いていただきありがとうございました。えこのチャンネルでは毎日更新をしています。え次回も聞いてみてください。 それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。